では今回は公式定数の最適化の方法について説明していきます。まず最初はノンスピンのものからやっていきましょう。まず例としてチタンカーバイトをやってみましょう。まずチタンカーバイト用の失礼しました。チタンカーバイト用の、ファイルを作ります。ディレクトリを作ります。そしてチタンカーバイトは、区間が225番なのであるので、このようにして公式定数は 4.328 です。でターブ A、ターブ A、 そして1番のところにチタン、そして2番のところに炭素、そして、ポジションは 0.5 でターブ X、ターブ X、 そして入力します。そしてセーブストラクチャー、そしてセットオートマーティカリ RMT オールドスキームドゥイット、セーブストラクチャー、セーブファイル&クリーンアップで、このような構造に対して、公式定数の距離を最適化します。まずイニシャルカルキューのボタンを押して、で今回は、こちらのファーストモードというのを使います。こちらでも、入力ファイルを作ることができます。まあ、こちらの下の、インディビジュアルモードで1個ずつボタンポチポチ押していってもいいんですけども、今回は、こちらの方を使っていきます。で、ノンスピンの場合はこれ何も設定せずに、しなければいいんですが、一応ちょっとだけ説明しておきます。変える部分は、特に変える部分はこの、Use K ポイント in Full Brill Run Zone と書いてあるものです。この部分に K 点が入ります。何も入れないと、ディフォルト、ここに書いてあるようにディフォルトで1000点が入るようになっています。でこの後、他にも重要なパラメータが1個だけあるんですけど、よく使うのはここの部分です。まあ、この部分はまたおよい、エラーが出てきた時などのエラーが出てくる系 の時に説明していこうと思います。では次、このファーストモードで、計算を進めていきます。まずこれを行わせるには、ここにあるチェック、ワッチバリューズというボタンを押します。そしてもう1回押します。そして View STD Out のボタンを押して、リロードイン、リバースオーダーのボタンを押します。そして、この init lapw の finished OK という文章が出てきて、この間にエラーが出てないことを確認します。もしエラーが出ていたら、どこかが間違っていることになりますけども、出てないので入力ファイルは OK です。では次に公式定数の最適化に向かいます。公式定数の最適化はこのオプティマイズというものをボタンを押します。そしてまず上から順番にこう下へ向かっていきます。まず押します。でこれは XYZ が同じ長さの件になりますので、もうこのここは変えずにこのまま1番のままで良いです。違法性がある場合、XYZ、まあ、正確には ABC の軸の方向の長さが異なるような場合には、ここから、いくつかを選ぶことになります。とりあえず今回は、ABC、XYZ、ABC 軸がほぼ同じ長さで、公式定数を最適化していくことにします。まずここに、変化させるボリュームの値を、まず、この入力画面で作った、この公式定数に対して変化させるボリュームですねのパーセントを入力します。多くの場合はだいたい 2% プラスマイナス 2% の範囲で入れればいいです。今回はちょっと例として1、0、-1にしてみます。そしてエグゼキュートボタン、そして下まで行ってコンティニューイズオプティマイザー、そしてエディットオプティマイズジョブで、ここは、C シェルで、プログラムが書かれています。で、この部分は、簡単に、中身を説明しますと、一応、プログラムが書かれているんですけども、ここには、こちらに示すファイルが、存在しているかどうか、そして、それがゼロでないかどうかということをチェックしています。そして、必要なファイルが存在していて、ゼロでなければ、電子密度の計算をする、電子
初期の電子密度の計算をするというようなことがここで行われます。でその次に FOREACH 分というプログラムが働きます。でこの i の値というのはここに書かれている値が入力されることになります。これが順番に行われていきます。そしてここに書かれている値を入力ファイルにコピーして順番に計算をしていくということになります。でここに書いてある最初にシャープのマークがついたものはあんまり気にする必要はありません。そして順番に下まで行ってここも似たようにファイルが存在するかそしてゼロでないかを確認した後にプログラムを走らせるようになっています。そしてここが一番重要なんですけども、ここは計算を走らせるコマンドが書かれています。で、この後今回は、ノンスピンですのでここは、書き換える必要はないんですけども、スピンの場合ここに SP と書き入れることになります。またそれは別の機会に、ご説明いたします。今回は特に問題はないので、ここの部分の Continue with Optimizer Without Saving のボタンを押します。そして、Run Optimize Job のボタンを押します。そして View STD Out、そして、リロードインリバースオーダーのボタンを押します。このように、順番にサイクル5、そして、サイクル7とどん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 計算が行われています。基本的に行っているのは、最初に検討しましたように体積を少しずつ、つまり格子テストを少しずつ変えたファイルを作ってそれを計算している全エネルギーをプロットするということをこのプログラムがやってくれます。で計算が終わったようでしたらオプティマイズのところのボタンを押します。あ、こちらも消えてますね。こちらに実行中の場合はピンク色で画面が表示、ピンク色で表示されますので、これが黄色に戻ったら計算が終わっているところになります。そしたらここのオプティマイズのボタンを押してプロットのボタンを押します。そしてもう一回ここでプロットを押します。そうするとこのように、ボリュームに対してエネルギーがプロットされます。今回はまだそこの部分かどうかがよくわからないですね。なのでさらに、体積を大きくしたものを計算することにします。追加で計算するときはまずこの一番上の部分からまたやり直して、体積 1% は計算しましたから 3% と 2% 大きいものを計算しましょう。このようにしてエグゼキュート、そして Continue with Optimize、 そして Edit Optimize。 もうここは、ノンスピンの場合は書き換える必要はありません。そして Run Optimize Job、 そしてこのようにできます。この計算の経過はこちらの Utils の省令ファイルで見ることもできます。このようにして見えます。そして一旦ストップという表示が出てましたけども、それは最初に 3% のものが計算されているからです。まだこちらがピンク色でまだ計算が続いていることが分かりますね。両方終わりました。まだこちらの範囲がまだ終わってないように見えますけど、終わりましたね。これで計算2つとも終わりました。そしたらオプティマイズのボタンを押してプロット、そしてもう一回プロットを押しますと、このように、体積とエネルギーの関係が出てきます。そして、この、緑の線で書かれているものが多くの場合はマーナハンの式で最小事情フィットされたものになります。多くの場合体積とエネルギーが出た場合にはマーナハンの状態方程式を使って詳細な最も安定なエネルギーと体積を求めることが行われます。この下に体積とエネルギーが描かれていますので、定性エネルギーを計算するときなどはこちらに示された体積や格子定数、
そしてエネルギーを参考にして、計算を行っていけばいいことになります。さらにもう一つの、別のバーナハンの式 も書いてありますけども、こちらはさらに、計算を簡略化して、したものになっています。通常はこの上の、マナハンの式、マナハンの状態方程式のものの結果を用いればいいです。ではノースピンでの公式テストの最適は以上です。